東京スタジアムで日本で唯一動いている大井原発を持っている関西電力さんに大井原発3号機、4号機を止めてくださいという声を上げたいと思います。国政メビルさんの、関西電力以外の、会社の皆さん、などなど方、ご通行中の皆さんに、バスを待っておられる方、またこの声が届いている地域にいらっしゃる皆様方、1時間ほどお届けしますが、日本で今動いている原子力発電所は、ここ国政電力の全体に入っている関西電力を持っている大井原発2基だけです。もう暑い夏も過ぎて、寒い冬、もうすぐ11月です。今年の夏もどこも停電することなく電気は十分に足りて過ごすことができました。今年の冬も原発いらないじゃないですかね。それよりも危ない原発一日も早く止めてもらわないと私たちはおちおち安心して眠ることもできません。もう何ヶ月、3ヶ月ぐらいなんでしょうか、ここで声を上げ始めて。関西電力さん、国生命ビル、こんな立派なビルに人の電気代使って入ってないで出てってくださいな。なぜか聞くところによると、電力会社の方は大学卒業して50歳代で1800万の年収があるそうですよ。すごいですね。これみんな私たちから持っていく電気代ですよ。ここのお家賃も電気代から払ってるんですよ。関西電力さん、あなたたちはこんな立派なビルに何て言われるのかな。私は聞いてなりません。人のお金使ってこんな立派なビルに、こんな広いフロアに、聞いてみるところによると、九数人ぐらいしか社員さんいらっしゃらないそうじゃないですか。もったいないです。早く出てってください。そしてその分、電気代下げてください。お願いします。が、その前に、大原発3号機、4号機止めてください。実はちょっと、今日ネットで検索をしていたら、火災隊の話がありましたので、ちょっと今日はその話をして、最初の挨拶をしようと思います。皆様ご存知だと思いますが、大井原発では、火災隊がある、あそこに火災隊があるということで、調査が入っています。この時期が今日5時5分、朝の早から、関西電力の発表で、大井原発活断層ではないを覆すレーザーなしというようなわけのわからない、なんだか20系だか30系だか、私頭が悪いのでこのタイトルを読んだだけで何の話か全然わかりませんでした。大井原発活断層ではないを覆すデータなし、わからないのでちょっとネットを検索したら活断層じゃないよみたいなことを、関西電力さんは8月から調べてて、そういうふうな結論をつけてこれから水委員会の方に持っていくそうです。でも、コロナ禍の話、とんでもない話出てるんですよね。あの火災帯の長さが約1キロ、900メーターある。あの1号機、2号機と、あと3号機、4号機、この間に火災帯が走っていて、これが約1キロあるんですよ。それで、火災帯って何、あの活断層って何っていう話になりまして、これもちょっとネットで検索したら、関西電力の、兄弟分みたいになるんでしょうかね、中部電力さんのホームページにちょっと載ってましたので、読み上げたいと思います。中部電力さんのホームページによると、火災帯というのは、硬い看板が割れて、そこが見られたような状態だと、そして近くの活断層等が動くと真っ
時にそこが動くというようなところが破壊されている、それが人工芸術家の方を展示としていました。でも火災一体だろうが、活断層だろうが、ちょっと素人にはどうでもいいような気がするんですよ。だいたい1キロの、1号路、2号路と3号路、4号路間に火災帯が通っているということは、これは以前にここ大地が動いたということなんですよね。そして私も福井まで大原発まで行ったことがありますが、福井県庁は以前あそこお城だったようで、お堀が崩れ落ちているところがあるんです。なんか8直年ぐらいに起きた地震で、お堀の、石垣が崩れて、自然の力ってすごいですねっていうふうな建て札が立っていました。誰も人が住んでいなければ、原発がなければ、自然ってすごいわねっていう話で終わるんですが、それと終わらないのは、去年の3月11日の福島の事故を見て、私たちは十分学びました。そして今のこの講義を始まる前に、ちょっと皆さんとお話をしていたのですが、1号福島の福島第一原子力発電所の1号機には、窒素を、水素爆発防止のために窒素を入れたと。人の眼下に入れてるわ、もうめちゃくちゃなんですよ。それでも1年半以上経ってもまだ何の解決もついてないんですよ。何の収束もついてなくて、こうして東京は特にここ福岡生命ビルさんの前はビル風が強いですが、この壁にセシウムが、ストロンチウムが混じって、私たちは毎日毎日被爆させられています、ね、原発が一度事故るっていうことはそういうことではないですか。去年の事故で私たちは十分すぎるほど学びました。それを教訓ともせず、関西電力は大井原発を動かし、その大井原発には原子炉の間に破壊帯が1キロも通ってる。もうね、調査なんかしなくたっていいですよ。もうこれだけで原発を止める理由は十分です。普通に考えて火災帯があるというのは、以前そこの土地が動いたんですよ。動いたということはまた動く可能性があるということです。現にその福井県庁のお堀の石垣が崩れてるわけですから、ああ自然ってすごいわね、災害ってすごいわね、その力ってすごいわね、なんて言ってられないんです。一度そういうものが原子力発電所のところに力が及ぶと、福井市は地震で壊れたんですからね。地震で配管が壊れてダメになったんですからね。え普通の山の中じゃないんですよ、原発なんですよ。原発の中に、ちょっと話が違いますが、今 0.21 マイクロシーベルトパーアワーあります。 0.2 です。 0.2 って知ってますか。チェルノブイリでは 0.23 で立ち入り禁止区域になります。ほぼ同じ数値がここで出てるんですよ。ここはチェルノブイリ並みです。普通の人が持っているガイガーカウンターで今 0.22 です。国生命ビルに入っていらっしゃる他の関西電力以外の皆さん、お分かりになりますか。ここ日本は、ここ東京はすでにもう EF 並み、チェルノブイリ並みになってしまったんです。原発が一度事故るということはそういうことです。そして福井市の事故は地震によって事故が起きたんです。
原発の施設の中に破砕帯が通っている、こんな恐ろしいことがあっていいものなのでしょうか。関西電力はこの夏大井原発を動かすときに言いました。電気が足りないからじゃない、自分たちの利益のためだ、そう言って、ここ国政で見るこんな立派なビルに居座っています。社員にもたくさんの給料を払っています。そのために破砕帯なんか問題じゃないという発表を今日したばかりです。これは規制委員会の中でも調査が足りないのではないか、いろいろな大学の先生方が異論を申し述べています。それに耳を貸すこともなく、破砕帯なんか問題じゃない、動いていないから大丈夫だと関西電力は言うんです。次はこう言いますよ、きっと。活動省なんか何ともないと、今動いてないんだから何ともないと、動いてからじゃ遅いんですよ関西電力さん。災害は忘れた頃にやってくると言います。でも今日本は活動期に入っています。もう毎日のように肌で感じなくても地震が続いています。この最中になんと大井原発を動かしてあなた方は平気なんでしょうか。あなたたち一民間企業に私たちの意義などを止められるような気がして、私は本当に怖くなりません。一日も早く大井原発3号機4号機を止めてください。お願いいたします。どうも、お疲れ様でございます。先ほども話が出ましたが、福島第一原発事故、もう何度も言うようですが収束していません。政府は冷温停止状態という言葉を無理やり作っておりますが、3月11日、2011年の3月11日の16時36分、原子力災害対策基本法に基づく原子力非常事態宣言、これが出されてから本日まで解除されておりません。はい、こんばんは。もう実行を抜きで原発はゲームセットだというのが多くの人の意見でもあり、また客観的な知識はないでしょうか。それでもなお原発を再稼働したいとか、そういう運動したいとか、あるいは海外に輸出をしたいとかいうのは、ある意味で子どもが考えてもおかしいし、やめるべきだというのがほとんど圧倒的な世論でもあり、それは神の声でもあるともに天の声でもないでしょうか。そういうところのことがわからない人たちというのは、会社の指導部とか政治の指導部とか学会とか、そういうところから全て退場してもらうような時代が来たと思います。退場してください。そういう偉そうなことを言ってる人たち、あるいは高級マンションだか高級豪邸だかに住んでる人たちの時代がもう終わり始めている、あるいはそういう人たちがそういうところに安住しながら原発は再稼働すべきだとか、あるいは海外に輸出するべきだとかいう時代はもはや終わりを始まっ終わりの時代が始まっているという気がします。もう終わりが始まりだ。この原発事故としてもたらされる再起というのは、福島原発があれだけの事故を起こしてこれだけの実態があるにもかかわらず、それでもなお原発の再稼働をしようとすることは、ある意味で我々普通の感覚で言えばこれは正気の沙汰ではない。そういう正気の沙汰ではない人が財界人であるとか政治家であるとか、官僚であるとかということで動かしているこの国は、そのまま行ったらまさに滅びへの道ですよ。今それは決して明日の話ではなくて、今日の段階で日本はもはや滅びるという段階です。こういう政治状況、経済状況、あるいはそういう構造を許してしまっている全ての構造を変えない限り、私たちの未来はない、そして子どもたちの未来はさらにない。そういうことを放置している私たちの大人の責任もまた免れない。
しかし会社のトップであるとか首相であるとかそういうお連携の責任は我々以上にある。そういうことが分かってない人たちはもはやいわゆる会社である政治の分野であるあらゆるところの指導部を担うだけの資格がない。この人たちは全て退場すべきだと思います。退場してください。福島の人たちあるいは次の時代を担う若い人たち子どもたちそういう人たちに対してちゃんとした謝罪とそして正確な賠償すべきです。そしてまた子どもたちがあんな放射能の高いところに毎日暮らしているということはどう考えてもこれは異常なことです。それを戦争中の時から爆動とかやったじゃない。なんで今子どもたちがあんな汚染地の中でそれぞれことをみんな認めているんですか、あるいはそういうことを続けようとしているんですか。これはもはや正気の沙汰ではないんですよ。そのことを考えれば皆さんが今やっていることあるいは居座っていること見直っていること、これは長い歴史で見ればもはや許されざることです。あと50年100年後の歴史家は何て言うでしょうか、あるいは100年後の人たちはどうしているでしょうか。そういうことを考えればあまりにもある意味で厚深いであり、また分かりやすいことじゃないでしょうか。これは原発がもはやダメだというのはスポーツで言えばアウトという宣告が出たわけですね。そういうことは普通に考えれば何でも分かることです。それは別に大学の先生が出てないか、あるいは小学生の5、6年生になったら分かる理屈でしょう。それすらも分からないというのは相当もう頭が錆びついているというか、もう判断能力を失っていると思いますね。この野田首相もそうだけど、そういう人たちが進めようとするこの政策あるいは経済というのはもはやこれはこの家の道へまっすぐ進んでいるとしか思えない。そういう時代をいち早く終わらせるために私たちは 99% の担当でこの 1% の勢力を根こそぎ根絶やしにするような戦いを今から他から自分たちから始めなければいけないと思う。そういう意味ではあなた方は自分たちの栄養映画の時代が今後100年も200年もずっと持っているでしょうか。そういう時代はもはや終わりの始めに終わりの時代が、そしてそれを自分たちの栄養映画が多くの人たちの命につながることができた。この当たり前の復興を行うこともあると思います。そういう意味で私たちはやるべき課題があまりにも大きいし、あまりにも多い。しかしそのことに挑むしかないという時代を生きていると思います。そういう意味で皆さんはもう余計なことになるのに早く退場した方がいいと思います。退場してください。ありがとうございました。先ほど話した通り3月11日、昨年の3月11日の、16時36分原子力災害対策基本法に基づく原子力非常事態宣言が出て以来いまだに解除されておりません。福島第一原発いまだに収束していない。先日もその水素爆発のリスクを低減させるために窒素を原子炉の中に入れているという報道がありました。このような状況下の中で関西電力さん森原発3号機4号機夏場の冷房需要とかそういうことを理由に動かしました。しかし本来やるべきことは電池燃とかそういうところがあるんだったら福島第一の旧収束作業に人を派遣するべきであって森原発を無理やり動かすことではないと現実に、4号機、福島第一4号機、燃料プールむき出しになってます。湯気が出てます。一時期よりは放射線量の拡散、セシウムの拡散量とか入ってますが、まだ出てます。収束なんて真っ赤なことです。このような状態の中で、原発に従事させている人間、運転のために必要な人間を確保しているわけです。そういった人間を速やかに福島に送って収束させるべきじゃないんでしょうか。また大井原発に続いて最近報道等で言われております、また先日北海道に行ってきた際に北海道の反原発運動をやっている方と話してきたんですが、北海道泊村泊原発の再稼働は現実的な問題となっているそうですが、関西電力エリア
冷房の需要が高まるから原発動かそうねと言いながら8基止めた8基の火力発電所を止めた実績があります。もう私は泊まり原発のその暖房需要というのをインチキサイと踏んでおります。このようなまやかし、騙しで維持し、建設し、運営してきたのが原子力発電所です。地域の人間を分断し、不信感を植え付け、そして電力会社の中の一部の人間、さっき年収が1200万とか言ってましたが、それは電力会社本体で雇用されている人、その中の総合職の人方です。例えば現場でノンキャリアの方、もしくは下請け、二次下請け、三次下請けの方、そして今福島第一で収束作業に当たっている方なんていうのは微々たるものです。6月ぐらいの段階で8000円ぐらい、日給8000円プラスアルファぐらいだと言われていたのがさらに下がっているという情報もあります。そういう中で人が集まらないまま被爆線量をごまかしたりして健康を損ないながらこの時間も救済後に当たってくれております。関西電力をはじめとした日本の電磁力加盟の電力会社、特に原発を持っている電力会社、メーカーの方に言いたいのは、あなた方の給料の一部でもいいからこういった人たちに回してあげれば復旧作業、復旧作業早まるじゃないか。あなた方がルクルクしている裏で学業の中で苦労している方、差別されている方、そういう方がいます。福島の第一原発作業員の方6割以上が地元の方だそうです。家族は離散したり被爆しながら、そういう状況下で自ら被爆しながらあなた方の死に拭いをしております。そういったことに電力会社の皆さん、そしてまあこの先であります経産省とかのお偉い方、日本政府のお偉い方、両親の呵責は何でしょうか。何ですか。また我々もそういったことに無関心で今までやってまいりました。都会でぬくぬくと電気をまあいただいて地方からもらって暮らしている生活を行ってきたので、こういったことは反省しなきゃならないと思っております。同時にそういったことを我々知ることをしなかったこと、それと同じぐらいマスコミ、マスメディアがそういった事実を報道してこなかった、こういったことを厳しく糾弾しなければなりません。大手マスコミ、残念ながら見てみますと電力会社と人事交流とかもあるようで、例えばフジテレビは関西役に元東京電力の役員が入っております。日本経済新聞も同様でございます。こういった感じでマスコミを癒着しております。我々がもちろんそういったことを知ろうとしなかったことは大変なことです。しかし電力会社がそういったことを黙らせるために広告、人事、そういったもので介入してきた事実、またそういったことの中で日本を引き継がれ、福島県の本当の被災の状況、また現場の作業員の苦労、そういったことは大手メディアにはあまり載りません。ほとんど取材してくれてる、そういったことを報道するのはネット系メディアやフリーランス、そういった人々です。そういった原子力裏、そのお金を支えているのが包括原価方式、何でも経費に上乗せして利益率を一定以上出せるようにしてやっている、そういったのがここの国政耳に休会の賃料、あなた方の年収1200万、そういったものになっております。ぜひあなた方に良心と痛みがあるならば、そういった体制を改め福島の人たちのために少しでも役立ててやってください。そうすることがこんな世界で最大規模と言われる大事故、一部の人たちはチェルノブイリほどじゃないとか言ってますが、実質的には原子炉3基プラス使用済み燃料プールが暴走するなんていうのは世界で類がありません。そういった事故に関する起こした東京電力、そしてそれを支えている現地で加盟企業としての電力会社の責任だと私は思います。そういったことにあなた方世間は見ております。いい加減に気づいてください。どうかよろしくお願いします。今のお三方の、本当に高木のお三方のお話の中でもう僕がね、思いとして言いたいことというのは本当に言っていただいて楽しみだなと思います。ですので、まあ、まだ時間も早いですし、
人もね、まあ、ちょっとこれからでしょうから、まあ、僕もちょっと思い出しつつ、ちょっとゆっくりと話していきます。そうですね、やっぱりこのアクション、まず、毎週月曜日のこのアクション、本当に大事なことだと思います。僕も毎週参加できない、劇してはいないです。してはいないんですけれども、クマさんからね、クマさん呼んでいいのかな。クマさんから他の場所でこのコピーをいただきまして、やっぱりかなりそうだなと、非常にコピーをいただきます。その気もすごくいます。本当にね、現在稼働している2基、森原発をまさに最高と、そして今も稼働させている、もう総合でもここ、ね、すぐ、霞ヶ関もすぐ、そうですね、この場所で、やっぱり、週の最初ね、ウィークでの風月曜日、夜、本当にこの工事を、東京で、雨が激しく出るということは、どれほど大事なことであるかというのは、僕もちょっと認識が適していたかもしれません。で被災者の皆さんを助けてくれるので、本当に感謝します。これから寒くなってきますんでね、お互いに体に気をつけて、はい、お願いしようね。失礼ながら、時間をご体験なされた方の言葉は非常に重いものですね。まずはそうですね、このがん、もうがんというのももう本当にもう放射能汚染の中で、当然ながらもしたことではないです。で、感染レベルも本当にね、声を大きくしましょう。あなた方もいい加減にしてください。今日もニュースで見ました。関西テレビ八木社長、値上げするというね、どういうことなんでしょうかね。東京電力に次いで値上げするというね、本当に僕も自分の部屋のポストの中にその東京電力からの値上げのお知らせのチラシが入ってきた時に、もう頭にね、来る、どういうつもりなんじゃっていうね、比較にしても、音声が震えて、もうすぐそのまま電話してね、抗議にしようと思ったんですけれども、しかし、まあ、窓口にいる方っていうのは、まあ、何度もそういう苦情を受けてるでしょうし、彼らもまあね、その最前線で、そういうことで、彼ら自身も大変な思いをしてるでしょうから、私はそれしなかったんですけれども。赤字が、まあそうですね、その値上げの原因です。赤字ということで、そ当然ですよ、企業としても人道に戻る、全く企業としての誠実な、逆に誠です、誠の誠実のせいね、全く名を手を荒らしていない、全く不誠実なその企業としての仕事をして起きながら、そして赤字になるのは当然のことです。その人ね、つけよ、東京電力と同じく値上げという形で、恥ずかしげもなく、にこやかな、ね、顔で発表して、まあ、その時期はまだ不透明とか言ってますけども、冗談で早いです、あなた方、値上げしてね、そんな値上げ分の金なんか払わないですよ、私たちは、まあ、ここ東京ですけどもね、払う道理はないですよ、ねえ、冗談じゃないです。もう今坂田で反対しています。森原発反対しています。あ、どうぞお願いします。はい、お願いします。は一応近辺で働いている皆様、そして東北生命ビル関西9階の関西電力以外で働いている皆様、毎度毎週毎週お騒がせしております。なんで毎週お騒がせしているかというと、日本で
今動いている原発2基、2基動いているんですが、大井原発、これは関西電力の原発です。で、その2基に止めてほしいから、私たちは毎週毎週この時間に抗議にしてきているわけです。とっとと止めてくれればこんな抗議しなくていいので、私たちも、この抗議がうざいと思っている方々も、みんないい思いができるわけです。そんなわけなので、とっとと関西電力は大井原発を止めてください。それでですね、最近なんか、どこかの政治家がドイツに行って脱原発の勉強してくるなんて言っておりますが、私が大雑把に実際に調べたところ、現在ドイツの2基ぐらい原発動いてるんですよね。日本はたったの2基なんですよ。ドイツ行ってる、まあドイツ行って勉強するのはいいんですけれども、その前に日本で動いてる原発でことこと止めればいいじゃないですか、と思うんですよ。で、止めてから勉強しに行きゃいいじゃないかと。まあね、脱原発、ね、全部止めるにはいろいろそれあるでしょう。ただ、止めたって日本の電気、原発なしで大丈夫っていうのはもう分かってしまいましたから、止めて大丈夫なんですよ。まあ、いろいろそれは問題あるでしょうけど、止めてとっとと止めて、電話停止して、全部排除してほしいんですよ。そのために我々は、毎週毎週、まあ、いろんなところで抗議しているわけです。それでちょっと昨日、ちょっととある場所行ってきまして、神奈川13区に、なんか天海さんっていう自民党の偉い人がいるらしいんですが、その人が2006年に経産大臣やってた頃ですかね、国会で、まあ、これもう昨日聞いた話なんでだいぶ老覚えなんですが、国会で共産党の議員の人に、福島第一原発津波とかでやばいんじゃないのって質問されて、まあね、天海さんとこちらの安倍総理ですか、大丈夫だって言っちゃったらしいんですよね。そしたら去年あのざまじゃないですか。で、あの二人全然責任取ってないんですよ。で、大井原発に戻って、今年どっかの総理大臣が自分の責任とか言って動かすなんて言ってますが、前の総理大臣は責任取ってないんですよ。今の総理大臣が責任取れるんでしょうかね。で、電力会社って責任取れませんよね。どうなんでしょうか。で、大井原発は福島原発よりよっぽど災害に弱いんですよ。どうなんでしょうかね。総理大臣も責任取れません。福島原発の東京電力も責任取れておりません。じゃあ関西電力は責任を、何か起きた時に責任が取れるんでしょうか。どうなんでしょうか。どうせ責任取れないんですし、だったらとっとと止めてください。で、電話停止して排除にしてください。で、放射能廃棄物処理とっととしてください。何としてでもしてください。あなたたちが出した廃棄物です。ゴミを出した人間がゴミを処分するのは当然だと思います。ついでに、あなたたちが作った放射能、まあ、プルトニウムやら何やらでできた核兵器、その辺もまとめて処分してください。全部終わらせてください。それ全部終わらせたら、あなたたち原子力マフィアの皆さん滅びてください。以上です。延べ20人ぐらいで、今、8人ぐらいの方、7人の方が見てくださっています。ありがとうございます。このビルで働いていらっしゃる皆さん、お騒がせします、しております、月曜日になったので関西電力東京支社に向けて抗議の声を上げに来ました。警備員さんもお騒がせしています。久しぶりに、私自分で持っている、放射性物質の、外貨カウンターを持ってきました。割とといって割とちょっと高めに出る、数値が高めに出るものではあるんですけれども、久々に見たところ、まあ、大体 0.09 から上の方だと 0.35
大きい数字が出ます。で平均して見てても 0.22 とか 0.19 そのぐらいの数値が続いていました。最初の原発事故後に比べてやはり平均して出る数字が、まあ、我が家と比べてなんですけども、やはりちょっと出る数値が高くなっています。精密な数字で言うことはできないんですけども、私の持っている機械で私の目で見て明らかにいつもよりだんだん前より高くなってきているな、数字が高くなってきているなっていうふうに思います。明らかに福島の原発が爆発して放射性廃棄物が降っている、この形跡があるんです。確認することができます。こうやって日常を送っていると本当に忘れてしまいそうです。国の基準は暫定ということで、事故前よりも食品の放射性物質の暫定基準は高くなってますし、子どもたちの給食もそうですね、やっといろんな区で何ヶ月に一遍来るか自分のところの学校の食材の測定が回ってくるくらいで、本当に大丈夫なのかなって心配されている親御さんいると思います。いっぱいいると思います。これが現実ですよね。一体誰が子どもたちを守ってくれるのかなって正直思います。ね、明らかに事故は起きてるんですよ。東京にいると分かんないかもしれないけど、放射性物質は降ってるんです、あるんです。私は子供を九州にやっているので、はっきり言ってそんな親御さんの心配と比べると本当自分の心配するくらいで大したことないんですけれども、本当にみんな苦労して食材を集めたり生活を送っていると思います。何よりも福島でまだ、放射線量の高い地域で残っている人ももっと大きな不安を抱えていると思います。関西電力の皆さん、福島の原発事故の現状をご存知なんでしょうか。ちゃんと調べていらっしゃるんでしょうか。関西圏内で関西電力圏内の原発事故が起きた場合、本当にその場合の想定をリスクを計算されているんですか。どうなんですか。ね、収束していないですよ。福島の第一原発、これから本当にどうなるかわからないような現状ですよ。それなのにまだ原発に頼って行こうというこの国の姿勢が、関連の姿勢がもう不安でなりません。本当にね、今やめなくていつやめるんだろうって思います。やめろ、もう本当に今やめる時だと思います。同じ悲惨な状況を繰り返しちゃいけないと思います、ね、先ほどの方も言いました、私たちも本当に電気の、恩恵を受けて東京でこうして暮らしています。それをだからこそ、この事故を経験した今どうやって進めていくべきか、変えていくべきかの方法を見るべきであって、原発を動かすことではないと思います。たったの本当に今動いているのはたった
きです。もうこれを止めずにどうやって先に進むことができるでしょうか。あなたたちの関西の皆さんの大好きな関西が大変なことになります。事故が起きたらどうぞそれを想像してみてください。もうみんなで原発をやめましょう。関西電力の皆さん、せめて本当にこの原発の稼働をおかしいと自覚してください。よろしくお願いします。あ、では、とりあえず、スプレックコール行きたいと思います。スプレックコール、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、おーいは廃炉、おーいは廃炉、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ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 、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、おーいは廃炉、おーいは廃炉、原発いらない、原発いらない、おーいは廃炉、おーいは廃炉、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、原発いらない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 、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、おーいは廃炉、おーいは廃炉、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、おーいは廃炉、おーいは廃炉、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ、おーいは廃炉、おーいは廃炉、原発いらない、原発いらない、おーいは廃炉、おーいは廃炉、原発いらない、原発いらない、おーいよ止めろ、おーいよ止めろ。すごい気になるんですけど、ガールマンの方もマスクした方がいいんじゃないかなって思います。ここ先ほどの子会がお持ちの方、0.22 でしたよ、私が見た数字、0.23 で高度以下のマイナス重複になります。チェルノブイリは立ち入り禁止ですよ。それと同じ数値が今ここで出てるんです。私たちも抗議している数名はマスクをしてますけど、こんな安物のマスクでどこまで防ぎきれるか分かりませんけれど、少しは喉が潤って楽な気がします。せめてマスクをしましょう。本当に被爆しながらで、私たち抗議するメンバーも皆さん次々風邪をひいて、本当に次々具合悪くしています。そんな中でこんなところに立って、寒い中、これからどんどん寒くなるんですよ。抗議なんかしたくないですよ。関西電力早く止めてくださいよ。止めてくれれば私たち来なくて済むんですから。今日は直接関連と違う話ですけど、関係ある話をしたいと思います。福島復興予算、どこ行ったか、これは全然理解に苦しむような場所に行ってます。昨日の東京新聞によりますと、約5億円、経産省がベトナムへの原発輸出に対する調査費用として5億円、使ってしまってます。これだけの大事故を起こしときながら、一般国民の血と汗と涙でできた税金の使い道、どうしてまた原発の方に行ってしまうんだ。それからもう一つ、原子力村、この関電、東電、規制庁、原子力村という言葉が差別用語であるというわけのわからない難癖をつける連中が、はい、俺が原子力村が差別用語であれば居酒屋屋台村は何なんだ一体。いい加減にしてくれよ。差別用語、差別用語だということで人権委員会、
わけのわかんない法案を作ろうとしてます。これは、はい、令状も何にもなしで家宅捜査できます。警察権力を飛び越えて、戦前の治安維持法と同じです。全ては原子力発電所原発関連が悪の根源であるということがわかるじゃないですか。原子力発電所に関する連中だけの利益のために一般国民を苦境に追い込んで、お前たちそれで恥を知れ。私たちはここに毎週来て関西電力大阪本店の人たちと連帯していきましょう。連帯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 原発止めるまで抗議はやめないぞ。コールします。大井原発今すぐ止めろ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 。関西電力嘘ついた。関西電力嘘ついた。電気はいっぱい余ってた。電気はいっぱい余ってた。関西電力嘘ついた。電気はいっぱい余ってた。原発2つ動かし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 た。大井原発今すぐ止めろ。大井原発今すぐ止めろ。原発全部廃炉にしよう。どうも関西電力さん、久しぶりに来ました。儲かってますか。どうやら勝ちみたいですけれども、24日に高浜でなんかぼやがあったっていう話をなんか、ね、ホームページ見たんですけど、大丈夫ですか。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 気をつけてくださいよ。関西電力大丈夫ですか。よろしくお願いしますよ。気をつけてください。どこでぼやがあったの。高浜で高浜原発がぼやがあったの。補助建屋24日関西電力高浜原発で補助建屋でぼやがあったそうですけど、大丈夫ですか。止まってる原発だって燃料棒入ってんですよね。大丈夫かしら。関西電力もう、いや、原発原発や早く止めてください。昨年擁護法案の話をしてくれましたので、ちょうど分かりやすく あります。まあネタ的にはさっきの話の通りです。原子力村っていう言葉が差別語だから、原子力村は差別的だっていうことを決めつけられたら、その人権委員会に訴えればそういうことを取り締まれるって話なんですが、まあ、ここの例だと原子力規制委員会の田中俊一さん、非常に除染はいいことだと言ってやってます。私はあんなもんイカ様だと思ってるんですが、でその、ね、田中俊一さんは原子力マフィアだ、原子力村の一員だと言って我々は言ってるわけです。それを田中俊一さんが仮にですよ、差別だとなった場合に言い出した場合に、この人権擁護法って法律ができると、
その人権擁護委員会に訴えれば令状もなく、いきなりその発言した人を取り締まることができるというとんでもない悪法なんですね。人権擁護っていうと確かに大事です。本当に困ってる人もいます。だけど結局この人権擁護法案っていうのは実は本当に困ってる人のための法案ではなくて、そういうことを言える立場、要するに権力を持ってる人が使いやすい法案なんです。つまり庶民、本当に困ってる差別されてる人を助ける法律ではないってことなんです。実は私秋葉原の方で ACTA っていうのの条約とかの問題とかもやってる方なんですが、こういった形でネット規制が出てきます。残念ながら原発の問題、政府マスコミがいい加減なことを言うんでネットで知ったって方多いんですね。私よく批判する例出すんですけど、ツイッター上で私千葉県の東葛地区なんですけど、柏松戸、流山松戸で光線量が出てる、ここはホットスポットじゃないかって指摘があった時に、読売新聞社ネットのデマに騙されるなって記事出してるんですよ。だけど現実にそれから数ヶ月後、千葉県柏松戸流山、いわゆる東葛飾地区は光線量汚染地域であるってことを認めました。現実、うちの息子もそこに住んでるんだぞ柏に。お前らふざけんじゃないよ。こういったふうに政府の都合が悪い情報を塞ぐような法律や条約案が今通っております。で実は私もここに集うようになった理由は、ツイッターとかネット上で関西電力前でありますよっていう告知を見てきてるんですね。だネットが規制されるってことは、こうやって自主的に特定のグループに我々所属してる人じゃありません。そうだ、極端な話、右っぽい人もいれば左っぽい人もいるし、ノンポリの方もいらっしゃいます。そういう人たちが自主的に集まれることを取り締まる、結果としてネットを媒体にして集まることを取り締まることができる、そういったことが人権擁護法案とかアクタ、そういったネット規制に関わってきます。ぜひ、だから今日いつも通産省前で金曜日主催している海部哲さんという方がいらっしゃいますが、その方がよく言うんです。アクタとか TPE とか人権擁護法案っていうのは形を変えた原発とかのそういう反対運動を取り締まるためのものだと。だから反原発の人もこういったことに興味を持ってくれと。ちょっと話が関西電力とずれてしまいましたが、先ほどの人権擁護法の話が出て、ちょうど菅薬子先生が来てこういうネタを持ってくれていたんで紹介させていただきました。今週の水曜日、急遽決めたんですが、夜7時から8時 J パワー東銀座のところで、最初の30分間は人権委員会設置法案、野田内閣が、人権委員会を、設置法案を出すとか言っておりますので、脱原発の方は、もし人権委員会設置法案ができますと、処罰をされますので、ぜひとも J パワーの方に来てほしいんですね。J パワーの表では脱原発の人たちが J パワーをに対して抗議をしておりますが、人権委員会の方は J パワーと、その裏、J パワーの裏ですね、読売新聞側でちょっと30分間人権委員会について、アピールします。人権委員会に対しては読売新聞は、危ないということだけは認めているので、とりあえずアピール活動として人権委員会設置法案について、今週の水曜日7時から4時半、東銀座で J パワーの裏、読売新聞側でアピール活動をします。その後7時半から8時まで、モンサントで、同じく東銀座のモンサントでノー DPP 植民地が反対ということで、抗議行動をします。でですね、とりあえずですね、今日言いたいことはですね、関西電力とはちょっと違うんですが、戦争をやめましょう、ですね、アホな老人が言っておりますが、中国という、巨大な消費市場、中国はですね、巨大な消費地なんですよ。いわゆるですね、日本が生き残るためにはですね、中国の利益を日本が奪い取らなくてはいけないんですよ。いわゆるアメリカやヨーロッパに対抗して中国の利益を日本が取らなくちゃいけないところをですね、土地を問題としてですね、その消費地のですね、経済戦争でアメリカやヨーロッパにですね、負ける状態というよりも足を引っ張るやつがいるんですよね。中国は巨大な消費市場です。それを日本は、かっさらわなくちゃいけないんですよ、利益として。だからですね、あんなね、尖閣を守るというんだったらね、
全額を守るという人はいましたけども、それだったらですね、福島の子供たちを守りましょう。福島の子供たちをね、守りましょう。土地よりも人ですよ。何のための日本人か、日本を守るのは一体どっちか、正義はどっちにあるか、とりあえず福島の子供たちを守りましょう。で、関西電力、あなた方はね、潰れましょう。日本のために潰れましょう。以上です。どうもこんばんは、メグです。原発はいらない。再稼働反対。原発やめろ。関西電力、あんたら頭がおかしいぞ。おかしいぞ。大体暫定 安全基準で原発なんて危険な機械を動かす、そんなの通るわけないだろうが。遊園地のジェットコースターだってなんだってそれなりに安全基準を決めたら、それを全部守ってからやるかどうか決めるんだ。まだ実現してない安全基準を電力会社から約束したからそれでいいです。そんなバカな話はないよ。これは原発推進とか脱原発とかと関係ない、一般論として、危険な機械を動かすときにどうしなきゃいけないのか、危険なものを扱うためにはどういう資格がなきゃいけないのか、子供に刃物を持たすなっていう、そういう当たり前の話だ。さっさとやめろ。それから来月破砕帯が活断層かどうかまた調査をする。私は先週六本木行きましたね。四千数百万円の家賃の規制庁、まあほとんど事務局が喋っていてもう大した議論にならない。だけれども来月調査に行きます。調査に行くのになんで今動かしてんだ。おかしいでしょ、ね、活断層の定義にしても12、3万年から約40万年に上げるかどうか、そういう基準を今議論してるし、実際に見に行くし、なおかつそういうものを置いといても暫定的に動かすなんて、あんたら頭がおかしすぎる。頭がおかしい。鈴木やめろ。原発いらない。再稼働やめろ。再稼働やめろ。電気は足りてる。子供を守れ。子供を守れ。嘘つくな。終わります。東京支社に訪問していますが、ここにいる人たちはどの程度の権限があるんでしょうか。東京に左遷されてきた人たちでないのなら、少しは将来のことを考えたらどうでしょうか。みんなでやめちゃったらどうでしょうか。やめちまえ。東京でこそこそ住民街で仕事してる暇があったら、大井町に行って他の産業ができるような将来のビジネス考えとかできないんでしょうか。そうじゃないんだったら東京で図職してるだけならやめちゃってくださいな。やめちまえ。もう行かないっすよ。原子力もおかしいでやってください。おかしいでやってください。
が、この復旧を宣言した日を進めるものがあるので、自国制限期限、自国制限期限、オンラインフィルの休暇に参加しているのを入っています。原発がいなかったらね、この月出てて、家で私だったら一杯飲んでるところなんですよ。あんたたちのおかげでこんなところでカウントに引かれながら攻撃しなきゃいけない。普通に考えたし、どんどん原発出て日本から出ていけ、関西電力やると思いながら攻撃しちゃいました。悲惨になったので終わります。国政年齢の、皆さんが参加しました。皆さんの方も楽しみました、また、この声が届いている皆さん方、早く原発を取られたんです。また来週も原発の報酬でお越しいただきます。では、国政年齢の方にお越しいただきました。では、国政年齢の方、お邪魔しました。発生新聞社さん、下関新聞社さん、
吉田の毎日新聞社さん、新潟日報社さん、山陽新聞社さん、中国新聞社さん、高知新聞社さん、高知放送も入ってらっしゃるのかな。皆さん、メディアとしての責任を果たしてくださいよ。あ、今かけなきゃいけない。ねえ、プレスセンター員だったら、プレスの方がたくさんいらっしゃるんですよね。原発の怖さを、恐ろしさを、今日本がどんな状態になっているのか、きちっと知らせてください。で、なんでこのプレスセンタービルに中部電力が入ってるか、おかしいんじゃないですか。ちょっとそのことに詳しい方に一言聞いてみましょう。高いんじゃないの、なんか詳しい方になってしまいされちゃいましたが、とりあえず先週もちょっと話をしましたが、今読み上げただけの地方新聞だけじゃなく、大概の地方新聞社の株主を調べてみますとね、大概、地方のテレビ局との相互持ち株関係があるんですね。でその地方のテレビ局は東京キー局との持ち株関係があるんです。その上で一株主が大体この地方新聞社、地方テレビ局の場合は相互持ち株で同じマスコミ、系列のマスコミ同士、例えば朝日新聞とテレビ朝日の関係とか、そういうのをイメージしてあれば分かると思うんですけど、その中の大概2番目、3番目ですからね、地方大会の有力企業が大概入ってそうなんです。その地方大会の有力企業したら、例えば何とか県外連とか言うと必ず電力会社が入ってるんですね。要するに地方マスコミの2位もしくは3位4位ぐらいまでの間にはほとんどの会社、電力会社が持ち株関係で入ってます。なるほど。そういう状況の中で原発報道なかなかなされてこないと。原発報道、特にいわゆる推進派側の報道がなされる構造っていうのはそういう構造がありまして、安全神話なんていうのもそういう中で作られてきたんじゃないかと指摘する方もいらっしゃいます。来るなのか来る。そういう中で広告費の問題、広告費なんかも電磁連が出している広告、全国紙、朝日、読売、毎日日経ですか、その辺あたりが多いんですが、地方紙もただなる影響があると。そういう中で各マスコミ、テレビ局、新聞記者さん、声を大にして訴えたいのはですね、初め新聞社とかに就職するときはやはりジャーナリストとかそういうの呼ばれたいと思って入った方が多いんじゃないかと思います。しかし今の地方マスコミおよび地方のマスコミなんかどうですか。ほとんどが発表の独自取材とかないですよね。おまけに右から左に情報流してる。地方紙の場合は全国レベルの記事だったら通信社の記事右から左に流してるだけですよね。はっきり言いますけど、発表の右から左に流すだけだったら小学生の学級新聞でもできます。独自取材とかそういうことをしたいと思ってマスコミに勤めてる方、勤め始めた方いらっしゃると思います。そういう人たちはどうか初心を思い出してください。現実に福島第一原発の事故収束してません。先日も、さっきも言いましたが水素爆発のリスクを下げるために嫉妬注入をしてます。冷温停止状態という言葉の裏で実は原子力災害対策基本法に基づく原子力非常事態宣言まだ解除されてません。そういった状況の中で果たして電力会社、経産省、電磁連、そういったところが右から左に流す発表ものだけ載せることが果たしてジャーナリズムなんでしょうか。それはもう明らかに単なる情報誌、広報誌のレベルじゃないんですか。フリーランスのライターさんとかの方がこういった原発問題頑張って、広川隆一さん週刊金曜日のインタビューで言ってるんですが、大手マスコミとかメジャーなマスコミが報道しなくなった後に本当の悲劇が起こると。水俣病とか原爆症とか現実に復興復旧ムードの中で福島の子供たち朗報とかいっぱい出てるじゃありませんか。それから悲しいけど悲惨なことになるという予想せざるを私はいません。予防原則に戻して今安全だからいいのか、一方的な推進派の明日の企業とかを垂れ流すんではなく、そういったことを防ぐために警鐘を鳴らすのがあなた方社会のご帰宅である
市場のマスコミの使命でしょ。今は単なる右から左へ情報を流してるだけの情報産業ですよ。それだったらよっぽど個人有志がやってるブログとかの方が影響力もあるし真実性があります。個人にできてなぜ大企業に所属してるマスコミの人がそういったことできないんですか。それはやはりスポンサーとか株主とかの影響もあるかもしれませんが、あなた方そういったことに惰性で流されてるからじゃないですか。ぜひマスコミに就職したとき、いい記事書いて社会にいい影響を与えようとか、そういった志があって就職したんでしたら、その初心を思い出して、ぜひこの原発事故の問題、広告費や株主とか変なところの圧力に負けないで、やっていけるだけの志を持って、もう一度初心に帰って報道するようによろしくお願いしたいと思います。ここでの講義は、9時までです。どうしましょう。一言ずつリレーしましょうかね。カーリングなんかしてる場合じゃない。島を助けろ。カーリングなんて企業チームが解散せよ。先ほど連帯という声もありました。我々今連帯始めています。この20年来いわゆる 1% 言われる人々の誤った政策行動によって、私たちは世界は社会、日本も世界も異常ないいわゆる不況、経済不況に陥ってますけれども、それでもこの世界が成り立ち、この日本が成り立っているのは、結局ね、人々はそのいわゆる経済というお金というその価値基準ではない、無償の行動と愛でお互いに向かい持てないところでやってきてるから社会が持ってるんですよ。それをね、我々 99% でも肌身で感じてるんです。あなた方が感じてないだけです。私はだからこの肌身で感じているお互いの一体感を一つであるというこの気持ちを大事にしてあなた方に訴えているんですよ。同胞の命をこれ以上危険にさらすわけにいかないんですよ、絶対に。私たちは必ず仲間の命を守ります。命は一つです。ハートは一つです。我々は一つです。必ず悪は滅び去ります。ありがとうございます。悪ってやれてんだ。カーリングなんかやってる場合じゃない。企業チーム持ってます。中部電力とっとと浜岡電波止めろ。関西電力は電気は足りない足りないと言って大井原発を動かし、結果的には電気は足りてました。そしてもう秋になり涼しくなって寒くもなりかけてもまだ止めない。お前らも同じ考えだろうが。それからメディア、お前ら何考えてんだよ。圧力に負けて福島の子供たちがどうなってるのか真実を報道しないということは、それはお前らも犯罪に加担してるのと一緒なんだよ。いい加減に目を覚まして人間らしい道を歩け。中部電力さんは関西に回す電力があるのに、なんで高い核燃料を分裂させなきゃいけないんでしょうか。全然余裕なんだから新しいことできんじゃないんですか。塩水が入ったものを無理やり直して使うよりも風力だの火力だのやってきゃいいじゃないですか。広い土地があるじゃない、遠州灘に。そういうところにさ、軽いガスタービンでも作りゃいいじゃないですか。何古いもんに固執してるんですか。リニアももういらないんだから、ほどほどのことをやってくださいよ。じゃあコールします。浜岡原発今すぐ入ろう。浜岡原発今すぐ入ろう。浜岡原発今すぐ入ろう。
くる。ああ、うん、あ、どうも、ちょっと遅れてしまいます、すいません。中部電力、おい、原発やめろ、おい、原発だよ、そこらしの大量破壊兵器なんだよ、どこまで行っても。そうなんだよ、お前ら浜岡原発立ってるのか分かってるのか。浜岡さっきのだぞ、地震が発生して一発じゃねえかよ。浜岡さっきっていうのは昔、岡本喜八って監督が行くだっていう映画人間パークだったよ。そこで、そこでロケしたところなんだけども、その中ですごい嫌なシーンがあったよ。お前らに教えてやるよ。昔の整備中の教育長のことですかね。それで、それを読めない小学生を原理がぶん殴るシーンあったけど、そうやって今の世の中の放射能なんか負けないみたいなくだらないことってバカなんだよ。認めろ、放射能危険なんじゃないか。何でだよ、もうさ隠蔽するな。うん、そうなんだよ。その中で本当に大変なことないけど、日本領土に強い国みたいなこと言わせるわけですよ。ふざけんな、逃げろ。そうだと思ってるよ、本当に。誰かしら悪口したやつだけど、そんなんじゃない。俺は希望を持ってきたから、手前ここに生きてんだよ。じゃあ、それはどうします。よろしくお願いします。原発の空気の事故
が本当に大変なことになっていて、で、二度目の冬が来ますよ。国鉄センターの正面に、ガラスに新聞社の名前が撤去してあります。きっとここに入っていらっしゃる新聞社の方は誇りだと思いますよ。ここに入っていらっしゃるのが、先ほども言われた方がいましたよね。入社した時どういうふうに思って入社されたか、どうしてその報道機関に入られようとしたか、どうしてこのお仕事を選ばれたか考えてみてくださいな。ここ5階には幸いにも中部電力があるから聞いてみたらいいじゃないですか。取材してくださいよ、中部電力に。どうだ、本当のところがどういうふうになってるのか、ね、お隣さんなんだから取材してくださいよ。どうだ、本当のことを知らせてくださいよ。もう去年の311以来テレビ消して新聞やめてネットしか見ませんよ。そういう人たち周りにいっぱいいますよ。あなたたちは自分の未来も潰すんですか。子供たちの未来だけでなくて自分自身の未来も潰すんですか。あなたたちはこのままいけば日本は終わりますよ。冗談ではなく、隣の国生命ビルの9階に入っている関西電力は次々大井原発続いて次々原発を動かそうとしています。ここでもそうです。他の電力会社も経団に巻き込んでみんな電力を動かそうとしている。日本には54機も4機壊れて50機ですけど、そしてプラスアルファもいっぱいあるんですよ。で、それを人の命を命と思わないような人間が中部電力もそうですが動かそうとしてるんです。ここに入ってるメディアの皆さん、取材して本当のことを知らせてください。企業中小、中部電力はカーリングを持っております。でも、企業チームなので、なんか電気量のもとでやっております。それよりも中部電力さん、福島第一原発の復興というよりも福島第一原発を抑え込みに協力してくださいよ。福島第一原発壊れて、収束していないんです。逆に壊れ続けてるんですよ。だからね、中部電力、あなた心を入れ替えてごめんなさいと言って原発やめて地熱発電に頑張りましょう。それで終了。とりあえず危ないからね。さっきも言ったけどね、脱原発といった人はね、田中俊一さんにね、差別だと言われてね、人権委員会にやられてしまいますよ。野田はね、人権委員会出そうとしてますからね、非常に危ないです。皆さん人権委員会勉強しましょう。 ACTA 人権委員会よろしくね。もう一つおまけなんですか、人権用務委員会の話が出たついでに、これ個人が例えばネットにそういうのの書き込みしたからとかそういうこともあるんですが、マスコミとて取り締まりの対象ですよ。言論弾圧の対象になりますよ。今でさえ大体記者クラブとか報告その他株主とかそういうところの関係でタブーが増えている中にさらにタブーが増えることになります。ぜひマスコミの皆さん、その原発の問題も大事ですし、ぜひ報道してもらわないか困りますが、人権擁護委員会の問題、こういうこともちゃんと取り上げてください。よろしくお願いします。原発今すぐやめろ。大井原発今すぐやめろ。大井原発今すぐ止めろ。大井原発今すぐ止めろ。すべての原発今すぐ廃炉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 。浜岡原発今すぐ廃炉。浜岡原発今すぐ廃炉。浜岡原発今すぐ廃炉。
以上をもちまして関西電力東京支社そして中部電力東京支社に対する抗議行動を一応終わりますが来週もなんで来なくちゃいけないんだよと愛を愛をしてしまい命はないと子供を守れじゃあまた来週ちゃっちゃーん無理ありがとうございました。本当に寒くなってきましたし、ちょっと校舎が濃いんで。濃い？今ちなみに、今ちなみにどんな感じですか？また、見ると最初は。ああ、さっき関連の前で 0.2 ぐらい。これ関連ですよ。演劇班が練習してた。あ、そうだったんです。ご苦労様、さんもお疲れ様です。これも実験があり。この声を届けて、すべての皆さん、全力で頑張っていきましょう。